はい、今日はいつも僕が食べてるね、お好み焼き作っていきます。まずね、まあ絶対必要なキャベツですね。キャベツ今日これ半分ぐらいにしときましょうか。かなり目詰まってるんでね、これをね千切りにしていきます。これ大きい状態やったらねやりにくいんで、僕はいつもめくります。半分にしてからで、こうすかね。トラックで食べるんで、ソースね、まあ、ソースマヨネーズがまあ使えないというか、まあ、走りながら食べるんでね。だから、中のね具材に結構僕味付けていくんですよね。で最後は焼き上げた時にね、照り焼きっぽい味をつけるんですよ、最後にね。結構珍しいかなと思うんですけど、トラックで食べる時の一工夫かなと思いますんで、よいしょ。やっぱりね、トラックドライバー時間がないので、やっぱ止まって食べるっていうのがねなかなかできないんですよね。なので僕はもう走りながらね、おにぎりとかサンドイッチ感覚で食べれて、でお腹持ち、腹持ちがいいものを作ってるんですけど、いつもね。今日はねこれも自分で普通に食べるやつで、なのでねだいぶ千切りも分厚めですけど、腹持ちがいいんですよね、具材が多い方がね。材料ね合わせていきましょうか。これはもう普通のお好み焼きの、粉元を使ってるんですよ。でまあまあ適当に卵2個ぐらい入れましょうか。僕いつも分量見て作らないんで、もうほんまに適当なんですよ。だから今日もねこれに関しては分量載せないです。一つ注意してるポイントとしては、生地は固めに作るですね。うん、生地は固めに作る。で出汁の素が入ります。今日はね、なんか家にあったんで電化質突っ込みます。これもほんまにね、各家庭お好みやと思うんですけど、ちょっとだけ水入ります。もうこんなもんで、キャベツですねを入れます、全部で。そしてね、入っていくお肉なんですけど、豚ロースね、僕いつも焼いてから入れるんですよ。よくお好み焼き屋さんとかって焼いてる生地焼きながらね入れたりしはるんですけど、僕めんどくさいんでこれ先焼きます。はい、じゃあこれ焼いていきましょう。まあ、火つけてもらってオリーブオイルですね、軽く。である程度温まったらもう一気に入れちゃいますね、ほぐしてあげる。でここで、しっかり味付けていくんですけど、火を通しすぎない。よし、お好み焼き焼くときに火が通るんでね、ここでパサパサまで焼いてしまうと結局パサパサのお肉になっちゃうんで、ここは先にある程度火を通してあげるだけ。お肉の旨味をこの生地の中に溶け込ませてあげるイメージですかね。まあ、明らかに具多いでしょ、僕の。これが美味しいんですよ。じゃあこれも半分ぐらい今火通ってきましたよね。半分ぐらい火通ったところにここでもう味付けちゃいます。胡椒、塩ね。結構強めの塩です。で、ちょっとだけ醤油、ちょっとだけね。で、香ばしさをつけてあげる。はい、OK です。じゃあこれをこの生地に合わせてあげます。この生地に合わせますね。はい、ではこれを混ぜていくんですけども、かなり濃いんでね、生地自体がね。でよくね、空気を混ぜながらとか言わはるんですけど、まあ僕はあんまり気にしないんですけど、この粉感がなくなるまでね混ぜてあげます。かなりねしっかりした生地なので、これはもうほんまにトラックで食べるためにもうほんまにこの固くしてるんでね、お家でお好み焼きパーティーするときはね、もっとふっくら作ってあげてくださいね。かなり固い目、水分かなり少ない目なんで、で明らかに足りひんなと思ったら、水分を加えていくスタイルですね。水がね、あれ 100cc ぐらいなんですよ。で、粉が 250g ぐらいあったんですよね。で、キャベツ半分でしょ。
で多分お肉が多分 300g ぐらいあると思うんですよねこれ。で卵2個とお水 100cc しか入ってないんで、かなりかなり硬いですこの生地が。はい、いい感じですね。そう、これぐらい硬い方が手に持って食べやすいんですよ。ではこれをね焼いていきます。いきましょう。最初は中火ぐらいでいきましょうね。でまあ油適量引いてもらって、で入れていきます。いや1回でいけるな、1回でいきましょう。かなり分厚いですね。これ 24cm のフライパンなんでね、かなり分厚いのでもう弱火でじっくりですよ。もうこれ強火にしたらダメですよ、ほんまに焦げちゃうんで。例えばこれをあの4等分とかで食べるんですけど、あの1個食べるとねめちゃくちゃ凝縮されてるんで、ほんまにあのお腹いっぱいになると思います。じゃあ、まあ、あとこれをじっくり焼いていきます。もう蓋なんかしちゃってね、蒸し焼きにしながらじっくり焼いていきますよ。はい、それじゃあね今10分ぐらいかな、火入れてるところなんですけど、まあ全然まだまだなんですけどね、まあ、テフロンパン使った方がいいと思いますこれはね。まあ全くねまだ中の方火通ってないんですけど、とりあえず一発ひっくり返しましょうか。よいしょ、いきますよ。あ、いいですね、いいですね。でこうね端っこの方を中に入れてあげる。だいぶ分厚いですよね。はい、今度はねまた蓋をして、まあ、ずっと弱火ですからね、これ10分ぐらい放置していきます。まあいつもこういうね焼きながら他の仕事をしたり、仕事ちゃうわ、他のねやることやったりしてるんでね、家事の合間にね作ってみてトラック持ってってって感じですかね、いつもね。はい、また10分後いきます。はい、ではね10分経ったので、10分15分ぐらい経ったかもしれないですね。中にね火が通ってるかどうか見ていきましょう。これねお箸かなんかさしてもらって、ちょっと回してもらって、でここにね中のあれがついてるかどうかね、ちょっとまだつくんですけど、かなりねいい感じに火は入ってると思います。もう一回刺してもらって10秒ぐらい入れてもらって、で唇の下に当ててもらって、熱かったら OK です。でまだちょっとぬるかったので、もう一回ひっくり返していきますね。ひっくり返すときはねもうやって手でやってもらっていいと思いますよ。めっちゃいい色やね。もう5分ぐらいでいけると思うんですけどね。はいはい、5分ぐらい経ったんでね、もういけると思うんで仕上げていきましょうか。一回取り出してもらって、横置いてもらって、で火をねちょっと強火にしてもらって、でこっから表面の味をつけていくんですけど、これがねめんつゆです。まさかのめんつゆを入れてもらって、でこれの味をつけていきますね。いきますね。はい、こっち側に味をつけますね。まずねこれをすぐねすぐひっくり返す。まだこっちに結構染み込んでますよね。でこれをねタレが煮詰まるまでやります。すごい色でしょ、美味しそうでしょ、ね、でも焼き上がってる状態なんでね、かなりしっかりしてるんでこの工程ができるんですよね。あまり焦げすぎないようにね。そう、やりすぎちゃうとね焦げちゃうね、結構難しいところなんですけど、で何をしたいかというと表面をね乾かしたいんですよこれ。だからある程度強火、ある程度中火ぐらいですね。乾かさないと食べるときにラップにね味がついちゃうじゃないですか。それがねもったいないなって思っちゃうんで、あ、いい感じですね。うん、いっしゃ、オッケー。こっからがちょっとポイントかもしれないんですけど、あのこれをね、あの網の上に置きます。はい。網の上に置いて、乾かすんですね、表面をね。乾かしながら、冷まします。置いといてね、常温で。じゃあ、粗熱取れるまで置いときます。
はい、ほな切っていきます。もう4等分ですかね。こんな感じですね。かなりね、食べ応えあるんで。よし、じゃあね、これをしっかりね、冷やしてで、ラップでくるんで、仕事に持っていきます。はい、ご飯の時間だよ。ね、これ持ってきたやつ食べますね、今からね。結構重量感あって、多分これ300グラムぐらいありそうな気がする。じゃあ開けていきましょう。はい、美味しそうやんね、これね。結構味ついてると思いますよ。ではいただきます。うん、美味しい。結構濃いかなってね、思わはったかもしれんすけど、意外とね、まあ、こんだけ分厚さあるっていうのが大きいんでしょうけど、そこまで味は濃くないです。しっかり出汁効いてね、美味しいですね、やっぱりね。ということで、ゆっくり食べていきます。まあ、ゆっくり食べる時間ないんよね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。